スケジュールこれでよかったっけ、ムツゴロウ。もうその名前で呼ばないで。この年でムツゴロウって呼ばれるのはずいんだから。プレイヤーネームは試合中だけにして。へえ、無理。いちいち呼び方変えてたら試合中にうっかりのぞみって本名出ちゃうけど、いい？やめて、ファントム忍者。あんたこそやめろ。そのプレイヤーネームノリで作ってちょっと後悔してるんだから。ファントム忍者ならまだいいだろう。俺なんか登録ミスでザネだぜ、ザネ。しかも観客はザネどころか残念としか呼ばねえし、それに比べりゃ全然いいだろう。そうそう、名前なんてね、そんなもんどうだっていいんだよ。どうしたダネコ、そんなにやさぐれて。僕も最初はかっこいいクールな名前を使ってたんだけどね、年を取って大人になるとそれが中二病炸裂した超痛い名前だと気づくようになって変えようとはしたんだけどさ、いつの間にか僕の活動にそこそこファンができてて、そこそこ評価されるようになってて、今さら変えるわけにいかなくなっちゃって、どうしようかなって困ってたところに、ここで選手になることが決まって、プロ入りのきっかけでなら名前変えても大丈夫だよなと思ってホッとしていたところに、なんかなし崩しに決まっちゃって、ダネコだよ、ダネコ、ダメな猫だよ、なんでこうなるの。うん、可愛いと思うけどな、ダネコ。うん、可愛いよね。ああ、まあ悪くはないけどさ。可愛いって言われたくらいでひよんなよ、男らしく中二を貫けよ。そういえばシュンはずっとシュンのままだよね。うん、俺はずっと本名のままだよ。そのおかげでこうしてまた会えたんだよね。でもシュン、それだと炎上した時困るだろう。アキトじゃあるまいし、シュンちゃんは炎上しないから。どうしてシュンは変えないの。別に理由はないよ。ただただただなんか俺がここにいる気がする。ただそれだけ。